この選択が、あるいはこの選択をすることは正しかったのだろうか。これにて旭高校学園祭、高野祭、すべてのスケジュールを終了します。あのさ、そういや中野一花、この学校に通ってるらしいぜ。もしかして私がキスしてたのショック？いや女優だよ。本当にしてたんだ。はで誰と、で誰だと思うの？今答えを聞いちゃダメかな。別にまだ迷ってるなら。わかった。最低、いつまでも甘いこと言ってんじゃねえよ。ひどい。今日も頑張った。ホテルに戻って寝よっと。元気そうで安心したよ。しっかり休んでなよ。いちかも来てたのね。うん、電話したんだけどいても立ってもいられなくて。後片付けまだだから学校に戻るわ。ふうくんはいちかを送ってあげなさい。じゃあ少し歩こうよ。屋台も人もいなくなると確かに広く感じるな。その中でも特にすごいのが3日目の高野祭。風太郎くんはそれを知っててあんなこと言ったのかと。君後半に見えて案外俗っぽいところあるし。はそこが可愛いとこでもあるんだけどね。そういう素直な気持ちを大切にしないよ。難しく考えすぎなんだよ。それか考えないようにしてるだけ。風太郎くんは誰だったら嬉しいですか？風太郎くんの飲みたいやつでいいよ。そこのベンチで待ってるね。紅茶がニノ、お茶がミク、ジュースが四つ葉で、コーヒーがイツキちゃんね。待たせすぎた。ダセーとこ見せちまったな。え、見てたでしょ。キスをしたのは5人の中の誰かなんだ。お前かもしれない。お前は演技で慣れてるのかもしれんが。ああ、昨日言ってたドラマだから君が初めて。同級生の女の子となんてなかなかできないイベントだから。